代表するホールは今池富士山です。パチンコ392台、スロット216台、ジャグラコーナーはニューアイムジャグラ18台とジャンキージャグラの18台です。皆様ぜひ行ってみてください。番組のルールはご覧の通り。そして現在の状況はこちら。残りの時間がねそんなに多くないんで、レギュラー引いてる場合ではございません。ぜひちょっとビッグビッグビッグ、高設定だって分かるから、こんな合算でこんな比率はもう手はない、中間もないと思うよ。上の2つのどっちかだって、多分どっちかっていうと6なんじゃないかなっていう気もする。5になってくるとね、なんかすごいビッグに偏るイメージがあるんですよね。その後ろの方に19の6とかそういう台は5の可能性結構高いんじゃないかなと思います。でこんだけ出てるからもう全四五郎の勢いでもありえるよね。これは全然ありえます。わあ、また崩さないといけないな。びっくりした、めちゃくちゃびっくりした今。はい、167でビッグください。もうレグはもういらん、もういらん、もういらんって、もういらん、マジで。あー、きつい。普通のアイムシリーズとかハッピーとかよりはものすごい枚数が多い。あー、レグばっかじゃきついけど、には100以内のビバケでも増えてはいるっていうね。これでもやっぱ、まあ、こうビッグ2連、その前にはビッグ、バケ2連ね、その前はビッグ3連したから、多分ね、そのいやメダルの入れ方で若干どれぐらいあるか分からん感じですよね。普通なんていうかな、ザラーと入れると一箱が満パンになってるんちゃうかな、さっきはね。あ、まあ、またもう一回その100何歩まで行ってレグじゃない限りは大丈夫なんじゃないかな。よかった、収録ゲーム。いいんですけど、なんかもうビッグでお願いしますね。あえて逆押しします。うわー、パッ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 パー。見なくても割とね、7が2つあるんで揃っちゃうこと多いんですよ。いくよ。ダメでした。あー、ちょっと外すよ。惜しいなー。皆さん目押しどうしたんかなと思ってるでしょうね。ほら、ちょっとかかりすぎたね。十何回ぐらいいっちゃったね。
まあ、またレギュラーボーナス途中で武道揃ったから損はしてないね。来い。いやビッグください。頼みます、頼む。もともとビッグの方がダントツ多かったんですけど、今レグ10になっちゃった。3枚あったのにな。そっからがなぜ。なぜペガンないかな。でペガってもレギュラーボーナスですよね。どうしよう、なんかないかな、なんかないかな、この流れを変えるための何か。野口さんに頼るか。野口さんせい。野口さんはどこに置こうか。ここランプのところに置くか。あ、そこはダメか。リールのところ、じゃあリールどっちに隠すか。真ん中、あ、こっちか、こっちにしよう。ウェイ、オッケー。野口リール隠し。リーチ目が出てることが僕は見えないですね。そっちのアングルから多分見えるね。あ、でも中リールの方がいいかな。中リールの方がいいか。それか中リールも隠すか。よし、これでタンチェかどうかも見えない。そしてリーチ目が出てるかどうかは見えない。野口さん頑張れよ。来た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 、聞こえた。そう、聞こえてない。そういうこと。ほら、音なし。ここは音鳴るか。ならん。おはよう、行きます。この状態で揃えるのかな。オッケー、いい仕事したよ野口の2人、ありがとう。これで余裕の勝ちになりました。ミスター、タイミングミスター。いいよ、ジャグレンしてくれるでしょう。最後に望んだ一気に1000枚が出ることは実現するでしょう。最後は盛り上げてくれ、盛り上げてほしい。最後の最後に
逆見ちゃった。投資300枚、正直どれぐらいあるか僕分かんないですよ。これはあのやったもので、ありがとうございます。もっともっと go 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 800欲しい、よっしゃ OK、 826枚プラス526枚です。大勝利です。結果発表、素晴らしい結果また出ましたね、なんと6連勝中です。投資300枚、回収が回収が826枚のプラス526枚の大勝利。ただ若干悔いが残るのが、あの台は誰がどう見てもどう考えても6だと思います。5の可能性はまあ当然あるんですけど、4の引き強い可能性はあるんですけど、僕がジャンキー・ジャグラーあんだけね、かれこれ6年前ぐらいですけど、あんだけ打ち込んで6って思える台は多分今日一番当てはまるかなと思います。ちょっとツインタワー理論には当てはまらなかったんですけど、6だと僕は強く思います。で、他の台の状況を見てたら僕よりすごい出てる台が多かったんですよね、3箱4箱今だって1人あのアイペカ見てくれてる方が、5000枚を目指してるところですよね。で、ここの、今池富士さんが今年ジャグラーで万枚は一度出てますから、また出るんじゃないかなって思うぐらいに勢いの台が少なくても5台ぐらいあったね。これ7ですね7、まあ5台ですね5台あるんですけど、で、まあさ、これでこの北海道のオフ会の参加組数がすごい少しずつ増やしていってるんですけど、上昇できてますからね。最終的にはかなりの人数が、ね、集まると思うんですけど、まあとりあえずパーフェクトですよね今回も。まあプッと入ってスッとスラッと台がスッとまたスラッと出してプラス526枚は素晴らしい結果だと思います。で、オープニングの方で若干振りましたけど、プロデューサーがご褒美用意してくれてるので、ちょっとその何があるか分かんないですけど、とりあえず今から行きたいと思います。何があるのかな。キサマウンテンに到着しまして、今から、S プロデューサーが用意してくれたご褒美、どんなものが来るか若干不安が増えつつ楽しみにしてます。大丈夫ですよね。大丈夫です。来ましたよ。緑です。いただきます。甘い、結構独特な味ですね。めっちゃメロン、めちゃくちゃメロン。このまま10連勝狙って頑張りたいと思います。まず次回のアイペクも見てください。うん、閉めた。毎月豪華グッズをゲット。応募方法はご覧の通り。今月のプレゼントはこちら。そして皆様のマヨカルトを大募集。マハロ3人娘の名前をつけて沖縄旅行をゲットしましょう。応募方法は特設サイトより。どしどし応募してね。
岡でゴゴチャンス。こっちか。マイジャックか。 Are we at the fight?